美空ひばりさんや雪村泉さんと一緒に三人娘として昭和の音楽業界の先頭を切っていたエリチエミさん。彼女の生涯は45年という何とも短いものでしたが、みんなが憧れる芸能人らしい暮らしと、一方では波乱万丈な暮らしがあったようです。エリさんは1937年の 1>, 1月11日に東京都の下役で三男一女の末娘として誕生。彼女のお父様は久保マスさんといい、独学でクラリネット奏者になるも、指先を痛めて以降は、再び独学でピアノの奏者になるなど、素晴らしい音楽センスを持つ方でした。お母様は谷崎敏子さんといい、 東京少女歌劇出身の女優さんでした。そんなご両親のもとで生まれたエリさんが芸能活動を始めることになったのは1949年の12歳の時。お父様はマネージャー、長男のお兄様が付き人といった形で3人4脚でのスタートとなりました。ちなみにお母様はエリさんがデビューする前の 1951年の6月に他界されています。エリさんは1952年の1月23日、15歳の時にテネシーワルツ、うちへおいでよでレコードデビュー。また同年に猛獣使いの少女という映画で初主演を務めました。こうしてエリさんは、 ミソラヒバリさん以来の天才少女と呼ばれることとなったのでした。翌年の1953年には、アメリカのキャピトルレコードから招待され、ごめんなさい、プリティベイビーを披露。この曲はヒットチャートにランキングされ、日本人で初となる快挙を達成。また、ロサンゼルスなどでステージに立つと、 賞賛され、ハワイでの公演も成功。そこで、ジャズボーカルグループである、デルタリズムボーイズと合流し、一緒に外戦帰国した後に、日本各地でジョイントコンサートを開き、ジャズボーカリストナンバーワンとしての地位を獲得したのでした。こうして一世を風靡したエリさん。美空ひばりさんや、雪村泉さんと一緒に、 三人娘と呼ばれるように。1955年には、じゃんけん娘などといった映画でも共演されています。またその頃から、日劇を根拠地として活躍するようになり、1956年には、映画、サザエさんシリーズも大ヒットしました。この作品は、後にテレビドラマ化や舞台化もされ、 彼女にとって一番の当たり役となっています。1962年公開の東映作品、小さこべでは、京都市民映画祭で優秀助演女優賞を受賞。他にも、フンドシ社など、彼女が主演を務める音楽娯楽映画以外でも、数多くの助演を務めており、あらゆる作品から引っ張りだこの状態だったそうです。 そんな大活躍のエリさんでしたが、1959年に高倉健さんと結婚。ゲストとして出演した東映映画で共演をしたことがきっかけでした。ちなみに結婚したら歌をやめると決めていたエリさんは、家庭に入ったものの、1960年には再び芸能活動を開始しています。 そんな結婚生活3年後の1962年、彼女は妊娠。しかし、妊娠高血圧症候群を発症してしまい、仕方なく中絶することに。そんなお二人は1971年に離婚していますが、離婚の原因はお二人ではなく、エリさんの威夫師であるワイコさんだったのだとか。なんでも、 ワイコさんの横領事件がきっかけで、高倉さんに迷惑をかけてはいけないと、エリさんから高倉さんに離婚をお願いしたと言います。名古屋で暮らしていたというワイコさん。いろいろな事情があり、若くしてエリさんのお母さんと離れ離れの状態となっていましたが、ある時エリさんが自分の妹であるという事実を知りました。 その後、ワイコさんは、1965年頃、離婚をしたから、経済的に困っている、といった理由で、家政婦として、エリさんに近づき、家に住み込むように。家政婦として手伝いをする中、次第に信頼関係を築いていった彼女は、最終的に、エリさんの実印なども預かるようになり、経理を担当するまでになりました。 その後、1969年のこと、ワイコさんは知人に騙されて、800万円をエリさんに内緒で投資してしまったのです。ここから、ワイコさんの犯行が始まっていきました。現金を横領した金額は、最終的に1億8000万円にも及んだのだとか。さらに、1971年には、 えりさんの名義で1700万円ものお金を借り入れ、利息に追われると利息分を金融業者に融資依頼し、なんとわいこさんはその業者に実家の土地建物の登記簿を渡してしまったのです。えりちえみの名義で不渡り状態の手形が出回っているという噂は次第に広まっていき、このままでは 夫に大きな迷惑をかけることになると考えたエリさんは、この事件が世間に公表される前に離婚を決意したのでした。当然、借金トラブルはまだ世間に公表されていなかったため、高倉県にエリチエミが離縁状といった形で報道されることに。ですが、離婚をしてからも高倉さんは、 彼女のことを愛していたと言われており、お互いに思い合っての離婚だったようですね。ちなみにワイコさんは事件が発覚してからも自身の容疑を否認。様々な週刊誌で反論し、エリさんに対する誹謗中傷や家庭のことを暴露した挙句、失踪して自殺未遂の騒動まで引き起こしています。 そんなワイコさんのことをエリさんは身を切る思いで告訴したのでした。そうして多額の負債を一人で完済したようです。なんとも波乱な人生でしたね。そんな彼女は45歳という若さで死去。1982年の2月13日に港区高輪にある 自宅マンションのベッドで、うつ伏せの状態で吐いて倒れているところマネージャーが発見しました。すでに呼吸は止まっており、死亡が確認されたようです。彼女の死因は脳卒中とオートブ物が気管に詰まってしまったことによる失速でした。エリさんのあまりにも突然の死に、彼女の親友だった 美空ひばりさんや雪村泉さんたちは悲しみを隠しきることができずに号泣し、葬儀の席でも悲しみに暮れていたそうです。歌手としてデビューする直前にお母様が亡くなり、45歳という若さで亡くなったエリさんですが、3人のお兄様もすでに2人亡くなっています。 華やかな芸能生活の裏で、彼女の人生は何とも波乱万丈な45年間だったようです。最後までご視聴いただきありがとうございました。